中野のブルチャンネル。今日はですねラジオのスタジオに来てます。実はですねサンデーフィニッシングラインという竹小山さんが、ラジオのパーソナリティをやっている番組のゲストで今日は来てます。実はですね竹小山さんとは、オーランドでずっとゴルフを一緒にやっていて、お家にも招いていただいたりとか食事とかねその時はもういっぱい飲めたんでいろいろ飲んだりとかして、いろいろ交流があった方なんですけども今回ゲストで、竹さんがね、2つラジオ番組やってるのかなそのうちの1つのサンデーフィニッシングラインという番組に呼んでいただきました。ここはねいろんなゴルフだけではなくっていろんなスポーツも紹介しているということで今回はプロレスで殿堂入りをした私のことを取り上げてくれました。これから一緒に、番組を始めます。あとね5分ぐらいなんでちょっとドキドキしてますけどもあと久しぶりに会うのですごく嬉しいです。竹さんが、フロリダにいた時私も一緒にオーランドにいましてそれで、竹さんはゴルフチャンネルの、アナウンサーだったのかな私は、研修生として、いろんなツアーに出ている中で竹さんもツアーに一緒に出ていてたまに一緒になったりとか食事したりとかしてました。今日はいろんな楽しい話をできると思います。じゃあちょっと行ってきます。あと5分ドキドキしますね懐かしいですけどはい。じゃあ行ってきます。いっぱい来た質問が馬場さんあどうもよろしくお願いします。僕の読めない台本をねいつも書く馬場です大変ですねよろしくお願いします。ここでいいんですか、ね、いいですよ、はい、体壊したの具合良かったそうなんですフェイスブック見てたから飲みすぎてですねすいませんなんで連絡先分かんなかったんだよあーよかったじゃあこれこれでまたあれだよあいつも元気だよ誰ですか野上高一あのシニアオープンの日高の時には初日2日あいつと一緒だったのあそうすげえブル何やってんだろうなーなんて何もしてない悪いこと飲んだりなあ生徒で飲んだよなうちのかみさん働いてるところで懐かしいよなこれはいつが始まるとかあるんですかいつとか今まもなく今この曲終わったら次のコーナーで始まりますから、はい、何それレスリングランドレスルマニアですレスルマニアって何 WWE の殿堂入りの時のそうです英語のスピーチ見ちゃったあんなにうまかったっけおグリーンカードどうした破棄しました返した返しましたはい俺と同じだな同じ面倒だな、はい、あでもよくすぐ取れたんだよなあれ俺のアイデアだったでしょ1年弱ぐらいではいそうでしょあれ俺が言ったから取れたでしょ絶対取れるって言ったじゃん。すぐ取れるじゃん。そうなんだ。テロの後だったんで、本当は危ない。なかなか貴重だったんですけど。そうだ、テロの時いたもんね。はい。俺がセレブレーション行ってからでしょ、はい、あったの。そうです、はい。ね。同じ敷地内で、うん。始まりました。インター FM サンデーフィニッシングライン時刻は午後4時39分回りました。続いてはスポーツの醍醐味や楽しさを追求しますインサイドコラム。本日はスタジオ生出演となりましたブル中野さんです、よろしくお願いします。どうこれいやすごい WWE のテーマ曲だそうですよ、えー、見ましたよ動画も配信されてるやつ。授賞式ですか。かっこよかったね。ありがとうございます。あんなに英語うまかったかな。いや全然もう話せないんですけど、スピーチだけは全部覚えて。誰か書いてもらったの。自分で日本語で、スピーチを決めて、WWE の人が英語に直すという。あ、そうなんだ。はい、でもあの間でさ、観客がうおーって盛り上がるところで、なんか向こうのスピーチライターが作ったのかなって、ね。いやいや違います。で、どこで盛り上がるかも分かんなかったんで、本当に手探りで、あっちが盛り上がった時には休んでっていう感じで、はい、しゃべり続けるのもまずいかなと思って、いろいろ大変でした。WWE、はい、殿堂入り。やった今まで日本のレスラー、女性レスラーはいないんだよね。初です。
ダンプさんに先もらって大丈夫なの？大丈夫。大丈夫というか、はい、アメリカで活躍したのは私なんで。ブル中野さんは、はい、YouTube チャンネルや、YouTube でブルチャンネルやってます、うん。ありがとうございます。ダンプさんが来るときだけやっぱブルってるもんね。めちゃくちゃもうビビりますよ。あ、なんでビビるの？やっぱその、やっぱり違うの？蓄積された殴られた経験があるっていうやつですかね。でもいろんな人が出てきてね、はいはい、でもやっぱりあれだよね、飲食のお店やってる人たちが多いね、引退されて。そうですね、引退された方は、うんうん、あとやっぱり現役の時には本当にもう喧嘩してた先輩とか後輩とかもいっぱいいるんですけども、うん、そのブルチャンネルやって、うん、やっとありがとうとかすいませんでしたってことを今言って歩いてるというか、そんな感じです。でも今そういうあれでしょ、はい、仲間と昔のね、はい、前場の連中とこう会うと、はい、あ、ごめんね、この間あの時はねとかって、うん、なかなか言えないですけど、うん、こうなんかこうしんみりちゃんと話した時には言いますね。はい、ブルさんとはフロリダで今いろんな話もね、現役時代の話も聞いてるから、まあ話せないこともねあるとは思いますけど、いやいやいや、ゴルフはやってんの？まだやってます。はい、どうにか。仕事は？じゃあ、中野のブルちゃんはどうなっちゃったの？お店はもう、うん、コロナの前に、肝硬変になってしまったので、辞めて後輩に託したんですけども、うん、はい、仕事は普通に、そうですね、今 YouTube だったり、あと、うん、プロレスの解説とか講演とか、はい、タレント活動とか、はい、いろいろやってます。すごいなぁ。タケさんもすごいじゃないですか。俺先に帰っちゃったじゃん。そう。俺はアメリカに戻っ、日本戻ってきた2007年なんだよね。はいはいはい。で、中野さんは、ブルさんは、うん、僕と初めて、でも先生一緒じゃなかった、リーダーに習ってたろ？そうでした、はい、初め。はい。で、ファルコンファイアで一緒に練習し始めて、ね、あったんだよね。はい。で、セレブレーションっていうディズニーが作ってる街の中に、はいはい、うん、タケさんは一軒家で住んでて、私はアパートメントに住んでて、うん、なんか朝とかなんかマラソンしてると、うん、タケさんが車で後ろから見たよとかなんか言われるようになって、そこから一緒にゴルフやらせていただいて、ね、ね、はい、試合もね一緒に行ったりね、はい、そうですね、頑張ってたよね。はい、ダメでしたけど、でもいいんじゃない？はい、金使っちゃったろ全部。そうですね、プロレスで稼いだお金は全部使いました。すごいよね、そのね、心意気がね、はい、でもね、いつもタケさんのゴルフの試合見てて、やっぱ才能がある人とない人ってもう初めから決まってんだなっていうのはそれ分かってました。そんなことはないだろう、だって、いや多分努力の人だとは思うんですけども、うん、もう初めから素質っていうか才能はタケさんはあったんだろうなっていうのはもうみんな見てて、あの頃俺強かったからね、向こうでね、めちゃくちゃ上手かったですね、ね、本当に年中ね、はい、ね、人から金巻き上げてね、そうです今はダメです、そうですよって言うんじゃないよ、危ないじゃないかよ、本当にアントニオ猪木さんみたいじゃないか、それじゃゴルフではそういうのもある、うん、たのかもしれないんですけど、うん、例えば終わった後にじゃあご飯行こうかってタケさんがみんな誘ってくれて、タケ、うん、さんが大体先頭だったんで、うん、私とか新人が行って、うん、でもタケさんは絶対に新人とかに俺がおごるよとかっていうのじゃなくって、じゃんけんだ、じゃんけんで2人負けた人がその人たちが分けて払おうっていう、あと阿弥陀仁ね、はい、今もやってるよ、絶対に何て言うんだろう、賭けっていうことの勝負に対しての強さを武さんに本当に教わりました、うん、もちろんプロレスの時にはもう教わりましたけども、うん、お金を取られてよくわかるじゃないですか、悔しいっていうのが目に見えたことじゃないですか。みんな言う、それ言うなよ、誰が来てもさ、竹さんに取られた取られたってさ取られたじゃない、教えてもらったって。俺だって負けてんだから、じゃんけん。そうですよね、はい、なんかね、でもね、すごい日本食のウニがもうどっさり何十貫も出て、これもしかして今日もかけちゃったらまずいなと思いながら、うん、でももし負けたらダメだから食べちゃおうと思っていっぱい食べた。そうでしょ、食べたよね。食べた。あれでも1ドル寿司ってのもやってたからね。アキレストランでね。でも俺たちのもう今ないんで、アキさんもこっち戻ってきちゃってるから。そうなんですか。あの当時面白いこといっぱいあったよね。あったあったあった、はい。あったのはいいんだけど、その WWE のホームログテーム、はいはい。これ選ばれるとどうな、なんかどうなっちゃうのこれ？プロレス界では。プロレス界ではまあ。これから先の人生をしっかりと、うん、悪いことできないなと思いながら生きていかなくちゃいけない。そうだよ、伝道だもん。伝道しちゃったんだよ。本当日本人でも初めての女性受賞者なんで、うん、身は引き締まりますよね。ちなみに、はい、日本人では、はい、もちろん猪木さん、はい、
あれだっつって持ってっちゃった猪木さんでしょ。猪木さんです。そうですね。いろんな話知ってる。CC、猪木さん、藤波さん。はい。そして、雷神サンダー。はい。ライガー。はい。そして、グレートムタさん。はい、グレートムツァさん向こうで人気あったのやっぱり。ありましたね。はい、すごかったです。なんかこう日本人、あのアメリカ人さんが想像する日本のこう、うん、なんつうの。アメリカ人さんはないだろ。アメリカ人さんで、ね、面白いな。面白いな。外国人さんが想像する日本人のこうなんつうんだろう、ミステリアスな部分を全部持ってたっていう感じですね。そうだね、はい、でもそういう意味では女性版でさ、はい、うん、ブル中野はさ、はい、すごかったでしょ。そうですね。向こう行ったのはどういう理由で行ったの？全長から日本でもあの、うん、全てのベルトも取ってメキシコでも初代チャンピオンとか取った後に、うん、日本では25歳定年制っていうのがあって、うん、15歳から入門して10年間プロレスを日本で頑張って25歳で辞めなくちゃいけないっていうのがあったんです。それを破ったんですね私は、うん、25歳過ぎてもプロレスをやるっていうことを宣言して、うん、でじゃあこの後どうすればいいかっていう時にたまたまアメリカから話が来て、うん、で WWF に来ないか、当時は WWF、WWF だね、はい、で行きました。行った、はい、一人で行った、はい、言葉喋れず全然ですよ、もう本当に。で日本ではやっぱトップだったので、うん、私の世話は全部あの新人だったり付き人がやってくれるんですけども、うんうん、アメリカ行った時には全くまた新人からスタートだったんで、いろんな部分でやっぱ辛かったですね。あのやっぱ言葉が喋れないっていうのが一番ですけど、で試合は違うのやっぱり日本とは。いやもう試合はもうお手のもんですよ。楽勝。楽勝だこれ。日本で散々やってましたから、うん、アメリカの方たちが何が喜ぶのかも全部わかるし。だってさ、はい、あの WWE のね、今回の授賞式の時に、はい、ビデオクリップが流れてるじゃない。うんうん、あれも見たのよ僕。あ、そう。したらさ、日本でやってる時より激しくぶん投げてるよね、相手を。そうですね。髪の毛持って風車投げみたいな。はいはい、あのストレス溜まったんで。もう死んじゃうよ相手が。もうやりたい放題。そうですね、なんかリングの中にいる時だけがこう自分の時間みたいな、生きてる時間っていう感じだったんで、もうやりたいこと何でもやってました。あ、そう。日本とちょっとルールは違うの向こうは。いや、あの大体もう全く同じです。全く同じ、はい、でも選手同士やっぱりこの技大丈夫とかっていうのあるんでしょ。いやもうあの相手のアランドラブレイスっていうメデューサっていうレスラーがずっと日本にいたので、うんうん、もう手の内全部わかってるんですよね。うん、たまたまそれで本当に良かったです。だってその記録もすごいんだよね、うん、私防衛記録もベルトの日本で、うん、違う向こうでも、あ日本、あアメリカでは一度しか取ってないんですけども、うん、はい、でもそれの時に、はい、やっぱりもうこれアメリカで、あでもギャラがどうなのアメリカ、あのもう単純に日本の10倍以上でしたね。やっぱりすごかったです。今だったらもっとでしょ。もっとですね、はい、もうアメリカにいればよかったよね、はい。ね、そしたらタクさんにも会えなかったじゃないですか。いやでもプロレスやってたら会ってたかもしれない。やっぱりゴルフ作ってやろうなんつって。ああでもそっか、プロレスやってる時はゴルフって全く考えてなかったんで。そうだよな、だからこれでよかったじゃないですか、タクさんに会うためには。だけど俺はあんたに連絡つけたくて、ブル、はい、ブル中野のブルちゃんに電話したんだよ、はい、あお店に店主いますかって、はい、フロリダ時代仲良かったもんですけど、はい、あんた誰って言われて、じゃあ伝えときますねって伝ってなかったでしょ。なんかあの変な人、ゴルフの人みたいな。だからあったよって。はい。ゴルフの人って誰だっけ。だけだよ。すいません。帰って、それも帰って、でも会えてよかった、この番組やってて。ね、うん、あの、オーランドで会ってたタケさんじゃなくて、うん、日本に帰ってきたタケさんはいきなりビッグスターになったんで、びっくりしました。なんだよ、ビッグスター何もなってないじゃん。いやいや、本当に。なんか、私はいつもタケさんとかって話、あの、アメリカでもフロリダでも話してて、うんうん、いつもタケさんが話してる言葉だったんですよ、うん、だけど日本に来たら日本の人たちみんなびっくりしたんですよね。例えばタイガーあのタイガーウッズの話をするとか、うんうんうん、そういうことでも日本の人たちはすごいびっくりしてるんですよ、うんうん、あのアメリカに行った時は普通じゃないですか、普通というか、タイガーの ね、タイガーだってそこら辺のスタバにいるんだ。そ う, そ, う そ, う そ, うそうなんですよ。お前何アイスクリーム買ってんだよって言ったんだよ。 それがおかしい。あの そのことを日本で屋根裏で話したらめちゃくちゃすごいことになってる。わすごい、タケさんすごいよ、一番進化したいよと思って、ね、タイガー本当にそう思ってました。タイガーの女房を可愛い女の子がいるぞとか言ってナンパした人もいますからね。やばいやばいよ、サム前だ。今も元気ですよ、サムも。本当で、あ本当ですか。あれはアコーディアゴルフにいるのよ。あ、そうなんだ、ね。あの ZOZO チャンピオンシップとかをやる企画のところにいるから。そこ、あでもゴルフ会いたいでしょ。あ今度、はい、あの連絡先教えておいていい。はい、うん、もちろん。もうオーランドのあれだね。やりましょう。オーランド、何がオーランドだよね。
オランドだバカ野郎って感じだよね。いやそれもすごいブリブリ揺らしてたよね。はい。面白かったんですよ。はい。いいですね。だからみんなで会いたいですね。会いたい。ブリブリやりたいです。やろうやろう、はい、やろうやろう。あと誰？小山杯とかやりましょう。なんだブル中野杯。何よ。WWE 受賞記念。屋根裏杯やりましょう。どんなのやりたいのこの後は？この後。うん。まあ、今やってること、まあ、プロレスの携わるっていうことと、うん、あとアメリカでスケバンというあの女子の日本の女子レスラーを使った、団体があるんですけど、そこのコミッショナーをやってるので、うん、そこで毎月アメリカに行ったりとかして、じゃあ結構行ってんの？行ってます。だから成田にいるのか。はい、そうなんですよ。今、うん、はい、あんま言っちゃいけなかったんだ。大丈夫ですけど、はい、ゴルフ場もいっぱいあるし。いっぱいあるしね、成田は。めっちゃありますね。もういいじゃない。はい、一番いいところ、自分が最終的にやりたいことゴルフとプロレスだったんで。で、はい、プロレス、日本のプロレスラーの人でゴルフ上手い人いんの？あんまりいないですかね。そうでしょ、力加減がね。そうなんですよね。やっぱ筋肉じゃないっていうのを、うん、瞬発力というか回転力だったりとか、もうそれをあんまし使いこなせる人は今いないかなっていう感じです。でも今回この誰でね、タイミングでスペシャルウィークで誰がいいって言っててで、タイミングよく本当にホールオブフェイマーになったからさ、ぜひ呼んでよって言ったのよ。そしたらあんま仕事できないプロデューサーがさ、いやー連絡つきましたよって言うからさ、お前どうやって連絡ついたんで、俺がつかないのなんでお前がつくんだよと思って。はい、安倍って男なんだよ、はいはい、メール何回もいただいて、そうですか、はい、よかった、ありがとうね、本当に会えてよかったよ。竹ちゃんマンだ、うるせえな。プロレスごっこもしたんですよ。面白かった、もうね、楽しかったね、あの頃ね。なんかやっぱし締めてくれとか殴ってくれとか蹴ってくれって言われるんですけど、うん、そんなただじゃやんないじゃないですか。やんないじゃやんないよ。だけど全然違う方、なんだっけな、ちょっとオーランドから離れたところで住んでる方、グレープフルーツとか、あ、水野さんね、はいはい、あれ法政大学のキャッチャーで笑顔の球取ってた人よ、うん、あ、そうなんですか。水野さん、グレープフルーツ会社、うん、ちょっと待ってください、めちゃくちゃなんか野球の話になったら目が輝いてますけど、まあ、野球も好きだから、プロレスの話あんま好きじゃないじゃないですか。いやいや、プロレス好きだよ。大丈夫ですか、大丈夫ですか。石澤時光、どう剣道家臣。すごい。あれ大学院で同期だったのよ。あ、そうなんですか。同じクラスだ、同じクラス、出来が悪いから先生に怒られてたのよさ。信じた。猪木さんの最後でしたから。そうですね、はい、でプロレスの話もうるさいよ。もううちのディレクターの安藤なんかもうプロレス大好きなんだ。あ、そうなんですか。あ、やった。でブルさんにしようって言ったら、もう俺が一番喜んでるんだよ。タケさんより。あ、いやいやいや、俺は会いたかったからだけど。で、あれ曲も全部用意してくれたんだ。すごい嬉しいです、ありがとうございます。そんで、うん、その水野さんに、うん、首絞めてくれって言ったから、本当に会いたくないかったんですよ。だけど、やって、あ、全然なんか痛くないじゃんとかって言われるのもすごく悔しいし、だから本当に嫌ですって言ったんだけど、うん、いいから締めてって言うから、じゃあ締めますねって言ってグッて締めたんですよ、うん、そしたらボキって言っちゃってなんか音がして、うん、でもその後に痛かったみたいで、うん、やり返させてくれって言われたんですよ、うん、だから嫌だって言って、そうだ、なんかそういうこともありました、ね、じゃあ俺がいなくなったオーランドでそんなことやってたんだな。グレープフルーツ屋と。いろいろありますね。いろいろあったの。やっぱね、プロレスラーっていう、元プロレスラーとかだと、うん、いじられますよね、いろいろね。うん、でもいいじゃん、でもそれでも。うん、プロレス好きな人ばっかしだったから、本当に良かったです。はい、みんなに愛されキャラだよな、うん。怖かったのに、あんな。あれ、怖くねえの、あの上から飛んで。いや、怖かったギロチンドロップ。でもアドレナリンが出てたのかな。でももう死ぬと思ってましたけどね。で、それで腰が悪いって言ってたじゃん。はい、今もダメ、はい、今はなんかその時に背骨が欠けたんですけど、欠けた、軟骨でこう再生してたんですね、おーおーおー、自分で勝手に。だから今は大丈夫です。膝だけはもう靭帯切れちゃったんでダメなんですけど、うん、中学時代柔道、はい、もう敵なしだから。そんなことないです。その武勇でもあね、聞きたいなこれ。ほんともっと延長戦だよこれ。だってさ、自分の地元の中、あ、埼玉にはもう敵がいなくなっちゃったんだよね、はい、で全国締めに行ってたんだよね。いや、その当時は川口だったんで、埼玉県川口だったんで、すごいいっぱい中学校があったから、まあ、とりあえず川口は全部閉めようってことになったんですけど、全国まで行かないですよ。あの時って人数がすごい多い時だったんで、はい、ただプロレスに入るってことがもう中1の時に決まってたから、うん、そのためにストリートファイトをしょうがなくやってました。本当ね、すごいよ、ストリートファイトをやってました。で、だって中学卒業したらもう入っちゃったんだもんね、全場に。で、敵なしでしょ、やったらとりあえず。いや、でもやっぱし、はい、プロレスの世界ではなかなか上に行かれなかった、ね、そう、はい、
もうあっという間に時間になっちゃったんだけど、はい、また遊び来てくださいよ。でも、はい、質問がいっぱいあったんだけど、はい、まだ大丈夫ちょっと。もうあと1分ぐらい、はい、1個いこうか、じゃあ。ラジオネーム、ゲイリーパーマーさんから。本日のゲスト、ブル中野さん、先日のテレビで拝見しました。かなりスマートになって見違えました。引退してかなりご苦労されたようで、プロレスに使われた強い精神力で人生を切れた中野さんはさすがと、これ、あ、なんだこれ、頑張ってくださいって言うの質問じゃない。ありがとうございます。もっと一回来てますよ。パーマーさん。ありがとうございます。末永徹さん、ブル中野さん、頭の回転早かったですね。で、また来てよ。あ、はい、質問ないんですね、じゃあ。いや、質問、まず質問なんかねえのか。あ、アントニオ猪木さんにはお会いしたことありますか？町田のかっちゃんさんから。はい、あります。あの、初めて会った時に、おい、北朝鮮行くか行きますって、うん、あの、北朝鮮の、あの、興行に18万人。行ったの？はい、行きます、行きました、行きました。北朝鮮に入ったことあんの？はい。すげえ。拉致被害者も連れて帰ってきてくれよ。本当ですよね。でも猪木さんいなくなってな、高校なくなっちゃってな。でもあの時に、あの、うん、テポドンを2発目打つか打たないかっていう時だったんです、ちょうど。その時に猪木さんが、あの、話をして、打つのか打たないのかっていう話をして、結局打たなくなったんですね、その時に。すげえな。で、だけど、そのちょっと後に打ったんですけど、結局は。でも、だけど、うん、そういう話をできる政治家さんだったんだなっていうのは、人質ね、解放とかいろんなことをやってますから、はい、うん、本当に命を張ってやってました。ということで、ありがとうございます。時間になっちゃった。また来て、本当に。またよろしくお願いします。もう一本土曜日の番組はもっと長いのやってるから。あ、そうなんですか。それもずっと言ってもらっていいから。わ、わかりました。ということで、はい、ありがとうございました。WWE の殿堂入りを果たしたブルー中野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。そうだ、CM が入んなくなっちゃうから、これ。CM が。CM。ANA さんの CM が入んなくなっちゃうから。すいません。モテやろう。ありがとうございます。いい？はい、はい、もちろん。はい、ぜひ。もっと。電話番号、あの、はい。あ、残り50秒なんだって。え、どうすんだろう。あ、どうすんだろう。いや、50秒、50秒、50秒。ブル中野さんへの質問、もう一個来ました。ブル中野さんとタケさんが、こんな仲いいと思って、ヒール専門のブルさんが海外でそんな活躍したと感動です。でもヒールって向こう人気あるんだよね、逆に。そうですね。でもね、あの、初めの方はおしっこ引っ掛けられたりとかしますよね。え？それから認められて、ちゃんとプラカード持ってブル中野とかやられますけど、それまではもう全然ですね。やっぱ外国人が来たみたいな。あ、やっぱヒールなんだ。はい、じゃあブルーズ・ブローディーだ。はい、まあ、そんな募る話もたくさん聞きたいんで、はい、またぜひゲストで、はい、ありがとうございました。ということで、ブル中野さんでした。かっこいいな。こんなかっこよかったっかな、ゴルフやってるだけ。旦那さんも今度連れてきてください、ね。はい、旦那さん、終わりました。面白いでしょ、ラジオやってんの。俺帰ってきて翌年から、2008年から土曜日の番組やってんの。長いですね。グリーンジャケットっていうのゴルフの番組です。すっごい長い時間。で、これは去年から始まった。あ、そうなんですか。グリーンジャケットはずっとゴルフの話。話、4時間。だけど、いろんなスポーツの選手出るよ。スポーツの話してる。すごいです。竹さん、あの、一番出世ですよ。なことねえよ。本当に、あの、ゴルフチャンネルの中で。あの、何でしたっけ、小松さん。薬師さんとかも。薬師さんも頑張ってる。うん、やってるやってるんですけど、はい。また連絡先入れる。あ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。僕の連絡先入れますからね。はい、お願いします、はい。ありがとうございました。失礼します。はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。竹小山さんのラジオに出てきました。もう本当に15年以上前か、オーランド、フロリダのオーランドに住んでる時に一緒にツアーに出たりとか、一緒に練習したり、食事をしたりとか、いろんなことをしてきた仲間です。タケさんの方がね、ちょっと先に帰、あの、日本の方に帰られて、その後に私も帰、あの、撤退して帰ることになるんですけども、それまでの間、いろいろゴルフでいろいろお世話になりました。あの、帰ってすぐにね、タケさんは本当に出世して、なんだろう、日曜日かなんかの番組だったのかな、なんか、それの屋根裏の声みたいな感じで、あの、解説をされてて、今はラジオを2本持って、いろいろみんな活躍してますね、あっちこっちでね。当時はね、ゴルフチャンネルという、あの、アメリカのゴルフチャンネルの、なんだろう、アナウンサーみたいな感じだったのかな、解説みたいな感じだったのかな、それが日本に帰ってきて今ではいろんなことの、解説だったり、アナウンサーパーソナリティなどを務めています。懐かしくてね、ちょっとあの、あまりにも
当時のことがバーッと出てきて番組的になんか10分間ぐらいのコーナーだったんだけど15分ぐらいになっちゃったのかな。それでもまだまだ話し足りなくて、またゲストで呼んでくれるということなので、それとね、ともどもゴルフもまたやろうということで、またみんなで、オランダのね仲間で集まってできればいいなと思ってます。みんなそれぞれあちこちで頑張っています。なんかそういう人たちに会うことでなんか私もすごい元気をもらえるし、まだまだ頑張らなくちゃいけないなっていうふうに思っています。今日はラジオのゲストに呼んでいただいてありがとうございました。たけさんありがとう。たけちゃんマンって呼んでたんだよありがとうございました。